オリンピックの代表のことで聞きたいんですけど、うん、ボランチとしての一つの壁に当たったというか、ロシアワールドカップの話をしたいんですけど、試合的には何試合？いや、1試合も出てないです。悔しさはありましたし、うんうん、やっぱ自分は海外に行かなきゃいけないなみたいなのをすごく感じた瞬間でありましたね。あの2015年のシーズン終了後、はい、まあ、私が引退した年ですね。あ、そうですね。ありがとうございます。浦和レッズに移籍することを、はい、発表するじゃないですか。浦和レッズに決めた理由、はい、それと他からのオファーっていうのは結構ありましたね。その時、はい、浦和、鹿島、川崎、名古屋、マリノス。そこでマリノスから来るんですね。ですよ、はい、レッズを選んだ理由は何だったんですか。やっぱ ACL 出たいなって思いがあって、うん、あとはその自分がじゃあ今スリーバックの真ん中とか右をやってて、うん、どこに移籍したら一番試合に出れそうなのかなみたいなことを考えた時に、うん、当時浦和のスリーバック結構森脇君、那須さん、牧野君でやってることが多くて、那須さん34歳くらいで、この人だったらちょっともしかしたらポジション取れるかも。いや俺はそういう話が聞きたい。それは那須さんにも常に言ってるんですけど、ミチャのサッカーもやっぱり僕はすごく好きで、ミチャさんも僕に直接会いに来てくれて、うん、もう絶対このサッカーにフィットするんだみたいな話をすごくこう語ってくれたんで、うん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 、熱意と、まあ、そのポジション争いとかいろいろ考えた時に浦和がいいなと思ってました。マリノスもね、はい、子供の頃からの。あ、そうですね。これは嬉しかったですよね。まあ、嬉しかったですね、はい、うん、なんで悩みましたけどね、やっぱり、うん、もうそこの時点ではもう普通にこう一つの J クラブ対戦相手みたいなイメージが個人的にはあったんで、うん、はい。ミシャ監督は遠藤選手にとってどんな監督ですか。やっぱり自分のサッカーを持ってる監督で、うん、最初のキャンプの時からすごく刺激をもらいながらやらせてもらいましたね、うん、僕はミシャとサッカーをやらせてもらって、はい、サッカーが一番上手くなったんですよ、うん、それまでダイレクトでのプレーなんてできなかったんですけど、はいはい、あれは面白いですよね。面白いですね。確かに上手くなりましたね、うん、僕は、うん、もうワンタッチでリターンなしとか、うんうんうん、普通の練習でやるので、うん、進藤さんとか前の選手とかはそれを普通にこうポン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 ワンタッチで動かしながらやるみたいなのを見て、うん、この人たちうまいなと思いながらやってましたね、はい、最初はできなかったんですか。いや、まあミス多かったですね、やっぱり周りの選手と比べたら。もうディフェンダー森脇君とかもすごいうまいし、うまいですよね。うまいです。Jリーグの中で、はい、あの縦パスとかって、はい、多分トップレベル、はい、トップオブトップぐらいのレベルで上手いじゃないですか。そうですね。なんか一緒にやらないとわからない上手さが森脇さんはあるよね。で、その移籍翌年、まあ、2016年の10月ルヴァンカップ優勝して、はい、自身初のタイトル。そうですね、はい、これ初タイトルどうでした。いや、嬉しかったですね。浦和にタイトルをもたらしたいというのは思ってましたし、うん、勝ち方も僕が最後 PK 蹴って、うん、あの優勝するみたいなパターンだったんで、うんうん、中心としてこうやってる中でタイトルを取れたっていうのはすごい嬉しかったです。うん、そしてUnder23、はい、まあオリンピックの代表のことで聞きたいんですけど、Under、うん、カテゴリーの中でこう世界大会出場をこう逃してきたじゃないですか、うん、そうですね、はい、こう初の世界大会でこうかける思いみたいなのありました。そこで活躍してなんか正直もう海外に行きたいなとかそういう可能性があるんじゃないかみたいなことはすごく考えていて、うん、でもやっぱり難しかったのはクラブで3バックディフェンダーやりながら代表だとボランチでやるっていうところで、うん、ボランチとしての一つの壁に当たったというか、うん、やっぱり所属クラブで出てない難しさみたいなのは感じさせられた大会ではありましたね。その時ボランチはレッツだと阿部さんと柏木陽介、柏木選手はもう外せなかったんでその時は、うん、で阿部さんもどっちかというとそこでこうちょっと落ちて、うんうん、僕と2枚作ってビルドアップするみたいな形だったんで、でもチームのバランス考えるとそうですね、まあ後ろで使いたいなって思うかもしれないですね、はい、うん、でそのオリンピックなんですけど、まあ、1勝1敗1分け、はいはい、こう3位でグループリーグ敗退と、うん、突破できなかったじゃないですか、はい、チームとしてなんかどこが足りなかったとかありますか。
経験のなさみたいなのはすごく痛感させられたというか、うん、初戦 の, あのナイジェリアはもう本当になんか入りも悪くて、うん、で相手もそんなに良くなかったんですけど、うんうんうん、最初15分で 2-2 になるみたいな、そういう試合で自分たちのサッカーを出し切れなかったみたいな大会だったと思います、うん、初のオリンピック経てなんかこう感じたことってあります、はい、世界とその自分たちの立ち位置みたいなところとかも含めて、まあ、やっぱ差あるなと思いましたね。なんかブラジルと親善試合とかやった時とかにも、うん、やっぱりブラジルはめちゃめちゃ強かったですし、うん、一人一人のその個の能力みたいなところはもちろんブラジルだったりナイジェリアのチームはすごくこう上回ってたなっていう感覚があるんで、向こうの方がで2017年にボランチ宣言、はいするわけですよね。監督に言ったりしましたね。はい、ミシャさんに、はい。うんうんうん、まあ分かったって言ってくれて、うん、まあでも出たのは何試合かなんですけど、2、3試合なんですけど、まあ、A 代表にも呼ばれるようになって、でもやっぱりセンターバックではなくてサイドバックで使われたりとか、うん、なんかボランチちょっとたまにやらせてもらったりとかする中で、自分のポジションってじゃあどこが一番いいんだろうみたいなのを結構考えたりしてたんで、うんうん、まあ裏にいた時は。自分が3バックやることが一番チームにとってはいいのかなみたいなことは思いつつ、やっぱりでもボランチやりたいなみたいな思いも持ちつつみたいな感じで、あのそこはすごい自分にとっては難しい期間だというか、何が一番自分にとっていいポジションなのかっていうのを探っている時期ではありましたね。2017年、はい、ACL、 あ、はい、優勝してますよね。優勝してます。その ACL に出たいって思いで浦和レッズに、あ、そうですね、それもあってレッズに行って、うん、優勝じゃないですか。スタジアムの雰囲気とかも最高でしたし、なかなか経験できない雰囲気と、うん、熱量だったと思います。あの時って、はい、ポジションはどこで出てました？なんか堀さんになって4枚にして、うん、右サイドバックとかで出てました。そうだ、右サイドバックだ4枚にして、はい、ラファエル・シルバは右に前にいたんで、うん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 、とにかく攻撃が彼に行ってこいみたいな感じで、うんうんうん、でそのカバーをずっと右サイドバックで僕がでもあれはそれでやっぱいいバランス取れたっていうか、まあうね、はい、役割がはっきりして、そうですね、はい、強固でしたよね。やっぱり失点もそんなにしてなかったんで、うん、特に ACL とかも最後 1-0 みたいな、うん、はい、うん、感じだったんで、うん、カップ戦にはすごく向いてるシステムだなとは思いましたけど、うん、で、あの2018年、はい、ロシアワールドカップ、はい、これメンバー発表はどこで知りました？まあ、それ自宅にいたかなと思います、はい、じゃあ家族と一緒に。あ、そうですね、はい、メンバーに入った時はなんか感じたことあります？ようやくワールドカップに行けるんだと思って、うん、やっぱ小さい頃からの夢だったんで、うん、それをこう一つ叶えられたっていうのはなんかこう嬉しかったですね、うん、まあ、初戦こう勝利して、はい、まあ、その勢いのまま決勝トーナメントに進出するじゃないですか、うん、まあ、強豪のベルギーともこう互角の勝負をして、はい、試合的には何試合？いや、1試合も出てないです。ずっとベンチで見てましたね。なんか3試合目ちょっとメンバー変えたんですけど、うんうんうん、それにももう僕とあと一人ぐらいですかね、出れなくて、はい、これはなんか感じたことありますよね、うん、とにかくやっぱ悔しかったですよね、うん、もちろんその立場的には、うん、もちろんその序列的にはその上ではなかったんで、うん、まあ、そのチャンス来るのかな来ないのかなみたいな感覚ではあったんですけど、うん、やっぱり終わってこう振り返った時に、うんうん、やっぱ悔しさはありましたし、うんうん、やっぱ自分は海外に行かなきゃいけないなみたいなのをすごく感じた瞬間でありましたね。日本代表の戦いぶりを見てどうでした？はい、そのやっぱり世界との差はその時もまだあるなって感じたのか。ベンチから見てた感覚ではすごい強い、うん、日本いいチームだなって思ってて、うん、やっぱベルギーのあの負け方はすごい世界のその強豪国の力を見せつけられた試合だったんで、あの負け方をしてしまうと、うん、結果的にはやっぱり世界との差ってなんかこういうちょっとしたところであるなみたいな感覚ではありましたね。そのワールドカップが終わった2018年の7月、はい、ベルギーのシントトロイデンに移籍するじゃないですか、はいはい、この移籍を決めた理由っていうのはワールドカップが関係してるんですか？もともと海外志向はあったんですけど、うん、ボランチで勝負したいっていう思いもありましたし、長谷部さんが引退して、うん、次のボランチじゃあ代表誰が来るんだ入ってくるんだ、うんうんうん、みたいなところで言うとやっぱりそこに食い込むことを目標にするべきなんじゃないかっていうのをなんか感じて、うん、でシントトロイデンは僕を中盤でこう使うっていうことを言ってオファーしてくれたんで、うん、それは新たなチャレンジとして行ってみようっていうので、はい、
で第2戦のゲンク戦で、まあ、ダービーマッチデビューを果たして、はい、いきなり初得点。そうですね。その後ももう出場機会もずっと得て、うん、まあ、海外挑戦1年目で公式戦17試合ですか、はい、初の海外リーグで感じたことってあります？ベルギーリーグって本当になんか この集まりというか、うん、やっぱ日本と全然違うなっていうのは感じて、ウィンガーにはとにかく速いやつがいて、うん、その身体能力高いやつもそもそも多いですし、うん、チームとしての戦い方も本当に前半からこうカウンター合戦になるみたいな、今までだったらこうちょっとブロック引いて守って、うんうんうん、なんか守備の時に縦のパスコースを消しに行ってたのが、うん、いやもっとマンツーで突きに行けみたいなので、結構センターバックとかを持った時にボランチにマンツーで突きに行って、うん、自分の横をこうボールが通っても、うん、そこはもうセンターバックの仕事みたいな、よりこう縦にこういう動きっていうのは J リーグより大きかったんで、なんかそこを経験できたのはすごい大きかったですかね。ボランチって縦のパスのコースどうしても消したくなりません？なりますね、はい。でもとりあえず自分の選手に出されてそれで前向かれたりすると結構、まあ、なんでそこ行かねえんだみたいな、そのギャップをこう自分の中で変えていくのはすごい難しかったですね。で2019年の8月に、まあ、ブンデスリーグ、はい、ブンデスリーガの2部、はい、シュトゥットガルト、はい、これ期限付き移籍じゃないですか、はい、これはどんなオファーがあってなぜその挑戦を決めたんですか？ベルギーからステップアップしたいという思いもありましたし、うん、オファーくれたのは本当結構ギリギリだったんですけど、うんうんうん、あんまり悩まずにとにかくチャレンジしたいという思いがやっぱりあったんで、うん、すぐに決断した感じですね。ね、20年の4月に、まあ、完全移籍、はい、これ完全移籍が決まった時は嬉しかったですか？いやそうですね、レンタルだったんで、うん、なんかもし結果残さなかったら1年でまたベルギーに戻らなきゃいけないとか、うんうん、やっぱりその家族の環境を整えるのがどっちかというと大変で、一、うん、人で行くのであればいいんですけど、そっか、はい、やっぱり家族の学校とかなんかそういうのをこう、うん、せっかくまたシュトゥットガートに行ってシュトゥットガートでその環境を整えたのに、うん、また1年でこう変えなきゃいけない可能性があるとか考えてたら、うんうんうん、結構いろいろそういうのがストレスだったりしたんですけど、うん、やっぱ完全移籍を勝ち取って、まあ、安心したというか、やっとそれもまた新たなスタートラインとしてここからまた頑張ろうみたいな気持ちになりましたね。でまあ、そのもう加入1年目でレギュラーに定着してチームの一部昇格にまあ貢献するじゃないですか、うん、はい、これ1年間ブンデスリーガで戦って感じたこと、はい、違いみたいなのなんかあります？ベルギーと日本をうまくこう足して2で割ったような感覚というか、やっぱりその個の能力っていうのもやっぱり生かしながら戦うみたいな感じだったんで、うん、すごくバランスはいいなっていうのと、うん、そういう監督もすごいいろんな戦術を持ってる方が多いんで、うん、なんかその辺はすごく学びは多かったです。まあ、そして2000年、2021、まあ、21、22のシーズン2期連続でブンデスのデュエル王ですよね。はい、正直取れると思ってなかったんですけど、うん、今シーズンは、うん、まあ嬉しいですね、はい、強い選手、屈強な選手が多いイメージなんですけど、うん、ブンデスって、はいはい、デュエルで負けないことで意識してることって何かありますか？体の当て方とかタイミングとか足の出し方みたいなのに結構こだわるようになったのかなっていうのがあって、うん、もちろんこうやってボンってぶつかるとそのやっぱり強い選手っていうのはいるんですけど、うん、なんかそれをうまく避けながら最終的に自分のいいタイミングに持ってって当てれるかみたいなのとかは結構考えたりはしてたんで、うん、なんかそこら辺は、うん、ちょっと上手くなったのかなと思いますけど、ちょっと上手くなったぐらいじゃデュエル王になれないと思うんですよね。はい、そうですね。いや日本人がまさかデュエル王になるなんて、いや思ってないと思いますね。ね、はい、ドイツ人もびっくりだと思います、ね、なんだこの日本人はみたいな感じに多分なってますね。でまあキャプテンとして臨んだ21、22シーズンですよ、はい、まあ、残留争いをかけたもう最終戦、うん、まあ、あれは見てましたよ。ありがとうございます。この試合どんな気持ちで臨みました？本当勝ちに行くしかないというか、正直入れ替え戦覚悟して、うん、残りの 3,4 試合とかは戦ってたんですけど、うんうん、やっぱりヘルタも落としながら、うん、僕らもバイエルン引き分けて、うん、で最終節勝って相手が負ければっていう必要戦のシチュエーションだったんで、うん、いやあの終了間際のね、はい、あの残留を決めた決勝点、はい、あれちょっと振り返ってもらっていいですか？いやもう ボール来るなって感じたんですよね。コーナーキック蹴られて、コーナーキックの時に伊藤選手がちょっとすらすじゃないですか、はい、もうその時に、うん、伊藤博樹が触る前にもあボール来るかもと思って、あとはもう本当にただ当てるだけというか、うんうん、
本当にめちゃめちゃフリーでヘディングしたと思ってて、うんうんうん、はい、ボールがゴールに入ったのも見ずに、うん、もう走って喜びに行くみたいな、もう周りのその歓声とチームメイトのそのなんか、うん、こう熱量でもう入ったと思って、うん、じゃあ自分はボールゴールに入っても見届けてない？見届けてないですね。うわ、もう当たった瞬間もう入ったっていう感覚あったんで、あとはその周りのわーっていう雰囲気で、え、そこに来ると思ったの？あれは練習してる内容？うん、あ、結構戦術的に僕がそのあそこのセカンドポストっていうのはあったんですけど、うんうん、でその試合僕チャンスあって結構外したりしてて、うん、前半も、はい、一回あそこのセカンドのところに行かなきゃいけないのに、うん、行かずに、うん、ボール来てそのまま相手のゴールキックになったのとかあったんですよ、うん、後半に、うん、行ったら入ってたのにみたいな感じで、しかもその後に失点するんですよね、うん、頼む誰か点取ってくれって思ってて正直正直なんかインサイドハーフからアンカーになって、うん、もう俺は多分これ点取れないかもなと思ったんですけど、うん、最後セットプレーになって、うん、これなんか俺セカンドに絶対行かなきゃいけないなと思って、うんうんうん、そしたらボール来るんじゃないかみたいな思って本当にボール来て点取るみたいな。いやすごいあれはもう僕も見てて、うん、やりやがったみたいなそしてですね、11月に控えるカタールワールドカップ、はいはい、まあ、今回ワールドカップ予選、そして6月に行われた4戦、うん、まあ、そして本大会に向けていろいろ話を伺いたいんですけど、本大会に向けた、まあ、4連戦あったじゃないですか、はい、いい状態で僕ブラジル戦に臨んだと思うんですけど、はい、攻撃面の方がどっちかというと課題はあったかな。ワールドカップのグループリーグ決まりましたよね、はい、ドイツスペインのところに入ってくれと思ってたぐらいだったんで、うん、ドイツスペインってすごく注目されるんですけど、はい、まあ、コスタリカ、いや、そうなんですよ。第2戦のコスタリカっていうのはすごいグループリーグを突破する上では大事な試合になると思ってて、うん、